フランス軍で使われている現代のゼリカンジェリカンはプレス加工された2枚の鋼板を溶接して作られた燃料容器である第二次世界大戦の北アフリカ戦線においてイギリス軍がドイツ軍の20リットル燃料缶をドイツ兵の別称ジェリーを冠してジェリーカンと呼んだのが名称の由来であるジェリーカンとも表記されるドイツ軍の国防軍艦ジェリカンのオリジナルは 1935から1936年頃に、ドイツ軍から要請を受けた、シュウェルマー・アイゼンワーク・ミューラー &COAG のフィンツェンツ・グリュン・フォー・ゲル率いる技術人によって開発されたベアマハと、アインハイツ・キャンレスターである。この燃料容器は、1936年に約5000個先行量産された後、翌1937年から、ドイツ軍に大量導入された。 従来の200リットル入りドラム缶や三角柱を横倒しにして上部にハンドルをつけた、形状の20リットル入り燃料容器に比べて、持ち運びや車両への積載が簡単で、兵士がポンプを使わずに直接車両の給油口に燃料を注ぐことができる利便性を有していた。1940年からは、飲料水運搬用の同型容器も導入され、特に乾燥地帯で、 水の補給が困難な戦域で重宝された。白十字が塗られた、飲料水洋館を運ぶドイツ兵士用、編集容量20リットル、縦465ミリメートル、横340ミリメートル、幅160ミリメートルのプレス容器の側面には、印と四角形を組み合わせた凹みが付けられ、内容物の膨張をある程度許容する設計になっている。髪型には、 クラフトストフ20リットルフーアージェファリックとプレスで表記されている。この他には製造年、製造者コード、納入先がそれぞれプレス表記されている。線はスクリューキャップ方式ではなく素早く回線、閉線できるバネ方式が採用されている。そのため、口金のレバーを上下させるだけで開閉が可能であり、また給油がしやすいように、 蓋を開けた状態で固定することもできる。初期のものは缶の中央に設けられていたが、排出をより容易にするために、側面寄りに移動されたものに切り替わっている。上面に付けられた3本の取っ手は、開発時に設定された、1人の兵士により、内容物入りの2巻を運べる、2人の兵士により、内容物入りの3巻を運べる、1人の兵士により、 空の4巻を運べるという仕様を実現するための工夫であり、単独の場合は中央の取っ手を2つの缶を並べた際には内側で隣接し合った取っ手を同時に掴むことができる。内部にはプラスチックライナーが貼られ、アエンメッキだった後のアメリカ式より耐久性が高かった。水運搬用の製品は燃料用と外形は同一ながら式別用として白十字がペイントされ、 バッサーとプレスされている。フランス軍のものとして瓶と表記されたワイン専用艦もあった。ドイツ軍用の模倣から生まれたイギリス軍のジェリ艦、第二次世界大戦当初、イギリス軍は従来からあった後半戦の正方形2ガロン艦と4ガロン入りブリキ艦を使用していたが、北アフリカ戦線においてイギリス第8軍はドイツ軍が使用していた。 この国防軍艦の取り扱いが容易であることに注目し、ドイツ軍から露覚したものを利用していた。1942年からほぼ完全な模倣品が製造されるようになり、イギリス軍に導入された。アメリカ軍のゼリ艦1931年から、遠筒型の重ガロン入り燃料艦を使っていた。アメリカ軍もドイツ軍の国防軍艦に影響を受けたが、 独自によりシンプルな構造のジェリカンを開発、使用した。ドイツ、イギリス式のジェリカンが重量111、日本度なのに対し、アメリカ式は10ポンドと軽量だった。当初はブリッツカンと呼ばれていたが、対戦半ばよりジェリカンと呼ばれるようになっていった。3本の取っ手は国防軍艦と同様であるが、本体は左右ではなく、上下に分割された部材を、 機械溶接組み立てしたもので、外内側ともに、亜鉛滅キされていた。より低コストで大量生産向きな反面、初期製品の1割ほどに燃料漏れの欠陥があり、その改善に苦労している。蓋はスクリューキャップ式、側面の凹みは印型であった。生産を担当したのが4つのドラム缶メーカーであった。ため、 キャップのネジの規格も200リットルドラム缶と共通のものである。そのために軍用車の大きな燃料注入口に対しても直接注ぐことは困難で、ロートあるいは専用のノズルの使用が不可欠である。アメリカ軍の中でも海兵隊は本体がアメリカ式でネックの部分がドイツ式のものを独自に調達していた。1942年に開発された飲料水専用缶が この仕様となっており、容器内部は湿気で酸化炎の出る亜ンメッキに代わって放浪引きとなっていた。ありがとうございます。